イクトラ駅は、北海道空地郡南フラの町和座イクトラにある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は、T36、電報略号はトラ、かつては急行、仮価値の停車駅だった。1977年のイクトラ駅と、周囲約750メートル範囲、右が、新徳方面、駅舎の西側に線路までの木の突き出た貨物ホームの、 上屋と駅舎と下りホーム間に敷かれた貨物積み下ろし線に多くの貨車が留置されているのが見える。イクトラ森林軌道の駅戸場は駅舎あたりからその東側にかけて設けられていたが、その後も昭和20年代まで駅裏戸場と合わせて木材搬出戸場として利用されていた。駅裏側の大きく膨らんだ貨物線にも貨車が数台止め置かれているが、 隣接する駅裏の土場にはすでに物がない。国土交通省国土画像情報をもとに、作成所在地名より、現在のユクトラ種別側を指すアイヌ語のユクトラシペの上部を取って、漢字を当てたものとされる。なお、このユクトラシペを訳して駅名にしたのが、隣駅の東シカゴ駅である、単式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては、 島式ホーム上の2面を有していたが、いずれも片面仕様の実質相対式ホーム2面2線で、駅舎側ホームと駅舎の間に貨物積み下ろし線1本と駅裏側に大きく膨らんだ貨物線1本を有していた。当駅は建設時には南側に駅舎が設置されていたが、この駅裏の貨物線は駅舎が北側に移転した後に設置されている。駅舎と互いのホームは、 校内踏切で連絡していた。駅裏側の貨物船が先に廃止され、後に駅舎側の貨物積み下ろし船も貨物取扱い廃止に伴って使用されなくなって、1983年時点では側線として残っていたが、1993年時点では、この側線も、フラノ側の点鉄機が外されて滝川方から分岐する側線となっていた。さらに交換設備廃止の上、 島式ホーム一面仕様の単式ホームとなっている。駅舎は線路の北側に位置し、築堤上のホームとは階段で連絡する。古い駅舎であるが、映画、鉄道員の撮影のため、より古さを強調した感じに改修されている。2003年4月以降長らく無人駅となっていたが、現在駅に隣接する南フラの町づくり観光協会で、フラの行きの乗車券のみ、 発売を再開している。また、近年の乗車人員推移は、以下の通りである、駅前景イクトラの市街地になっており、商店や住宅が立ち並ぶ、北海道旅客鉄道眠る本線、東シカゴ駅イクトラ駅、ありがとうございます。